オブジェクトクラスの典型的な初期化コードこの例では、あるクラスに、ファイルサイズというプロパティを追加しているオブジェクトは、移植性の高いオブジェクトシステムと言語間の、透過的相互運用性を提供するフリーな、ライブラリーである。オブジェクトは C 言語で実装されており、他の言語ではバインディングによって利用可能となっている。GRIB と LIBC にのみ依存しており、 GNOME の基礎として GTK、p n g o アクセシビリティツールキット、多くの GNOME ライブラリーやアプリケーションなど、広範囲に利用されている。GTK2.0 以前は、オブジェクトのコードは GTK の一部だった。ただし、当時はオブジェクトとは呼ばれておらず、ベースクラスは GTKOBject と呼ばれていた。GTK2.0 リリースの際に、 オブジェクトシステムを汎用ユーティリティとすべく別ライブラリーとして分離した。その際に GUI 関係でない GT カブジェクトクラスの大部分は新たなベースクラスであるゴブジェクトに移された。GTK2.0 のリリースされた2002年3月11日以降 g o ジベッ e c は独立したライブラリーとして存在し続け、現在では GUI 以外の CUI アプリケーションや サーバーアプリケーションにも広く使われている。ゴブジェクトのマニュアル等はグリブとは別にあり、ライブラリーファイルとしても別になっているが、ソースコードはグリブのソースツリー内にあってグリブと共に配布されている。このため、ゴブジェクトのバージョン番号はグリブのものを使っており、グリブパッケージの一部とされることが多い。ゴブジェクトフレームワークの基盤として、 汎用の動的型システム自タイプがある。自タイプシステムは全オブジェクトの実行時記述を保持し、各種言語バインディングを実現する。グルーコードからそれを使うことができる。型システムは任意の単一検証クラス階層を扱え、同時にクラスでないデータ型も扱える。自タイプは登録されている型に属する値のコピー、代入、破棄の方法を知っている。 整数などの型ではこれらは自明だが、複雑なオブジェクトには参照カウントがあるものもあれば、参照カウントのないものもある。型システムが参照カウントのあるオブジェクトをコピーするとき、一般に単に参照カウントをインクリメントするだけで、ある。しかし、参照カウントのないオブジェクトのコピーでは、メモリを確保して、実際にコピーを生成する。 この基本機能を使ってグバリューが実装されている。これは汎用コンテナ型であり、型システムが把握している任意の型の値を保持できる。このようなコンテナは、すべてのネイティブ値を、そのような型タグコンテナに格納する、動的型付き言語とやり取りする際に特に便利である。クラスと関連のない型を、ノンクラストと称する。 そのような型と何らかのルートクラスに対応したすべての型を総称して基本型と呼び、それ以外の型を派生型と呼ぶ。これらは比較的閉じた体系であり、一般ユーザーが独自の基本型を生成することはないものと想定されているが、生成は可能であり、オブジェクトクラスに基づかないクラス階層を独自に作ることもできる。グリブ2.92では、 ノンクラストの基本型は以下の通りである。クラストの基本型は以下の通りである。型システムによって自動的にインスタンス化できる型をインスタンシャブルと称する。そのような型の重要な特徴はインスタンスの先等数バイトに必ずその型に対応したクラス構造へのポインタが格納されている点である。このためインスタンシャブルな型は必ず クラスと対応している。逆にノンクラストな方はインスタンシャブルではない。また、クラストな方はインターフェース型などを除いてインスタンシャブルである。ゴブジェクトの組み込みの基本型から派生する方は4種類に分けられる。ゴブジェクトのメッセージングシステムは相互的なクロージャーとシグナルから構成される。ゴブジェクトのクラスは クラス構造体とインスタンス構造体という少なくとも2つの構造体で実装される。C 言語の構造体にはパブリック、プロテクテッド、プライベートといったアクセス就職がないのでインスタンス構造体にプライベートデータへのポインタ、プリーブがある。プライベート構造体は共通ヘッダファイルに宣伝することはできるが定義は 個々の実装ファイルでのみ行われ、外部から見えないようにしている。プライベート構造体を G タイプに登録すると、自動的にオブジェクトシステムで確保される。プライベートデータが必要なとき常に G タイプインスタンスゲットプライベートを使うようにすれば、プリブポインタを構造体に含める必要はない。オブジェクトフレームワークの欠点は、冗長性である。 新たなクラスを生成するとき、型登録や各種マクロを多量にコーディングする必要があり、その多くは決まりきった形式である。オブジェクトビルダーや GAB2 はこの問題に対処するツールであり、Java 風の構文からコードを生成できる。GAB2 で書かれたコードは、コンパイル前に C 言語のコードに展開される。他にも C 風の文法でコーディングできるボラがある。 資源語とゴブジェクトを使っているフリーソフトウェアプロジェクトとしては GNOME デスクトップ、GTK ツールキット、ジンプ画像編集プログラムなどがある。ゴブジェクトを使ったアプリケーションは資源語で書かれていることが多いが、ゴブジェクト自体は C、Java、Ruby、Python、Net、Mono などのオブジェクトシステムともうまくマッピングできる。したがって、 オブジェクトフレームワークを使ったライブラリーに言語バインディングを作るのは比較的簡単である。しかし、C 言語でオブジェクトのコードを書くのは若干大変である。特に高級オブジェクト指向言語に慣れたプログラマにとっては苦痛かもしれない。例えば、ちょっとしたサブクラスを書くだけで数百行のコードを必要とする。とはいうものの、オブジェクトを使うことで C 言語で オブジェクト指向的なコーディングが可能となる。一級オブジェクトは存在しないが、オブジェクトアプリケーションは、実行時に、クラスやインターフェースのようなメタオブジェクトを生成でき、イントロスペクションもサポートできる。この機能は、言語バインディング以外にグレードなどの GUI、設計アプリケーションで使われ、オブジェクトクラスを提供する共有ライブラリーをロードし、 そのクラスの全プロパティの一覧を獲得し、型情報とドキュメンテーション文字列を完成させると、いったことが可能となる。ゴブジェクトは C 言語での完全なオブジェクトシステムであり、C 言語から派生した C や、オブジェクティブ C と同等のものと見ることもできる。C とゴブジェクトの明らかな違いは、ゴブジェクトが多重継承をサポートしていない点である。もう一つの重要な違いは、 C や、オブジェクティブ C が独立した言語であるのに対して、ゴブジェクトは単なるライブラリーであり、新たな構文やコンパイラー機能を追加しているわけではないという点である。例えば、ゴブジェクトベースのコードを書くとき、明示的なキャストが頻繁に必要となる。従って、ゴブジェクトと C 言語の組み合わせを、通常の C 言語とは別の言語と考えたとき、それは、 C とは異なり、通常の C 言語の厳密なスーパーセットとなっている。C コンパイラーを対象とした、標準、アビは存在しないので、ある C コンパイラーでコンパイルされたライブラリーから、別の C コンパイラーでコンパイルされたライブラリーを呼び出せないことがある。そのような互換性を必要とする場合、C メソッドは、C 言語の関数としてエクスポートされる必要があり、 C のオブジェクトシステムが部分的に破綻する。原因の一部は C コンパイラがエクスポートするシンボルの一位性を保証するためにそれぞれ独自に名前就職しているためである。一方これとは対照的に C 言語にはオーバーロードも名前空間もないので C 言語ライブラリーではエクスポートされるシンボルの一位性を保証するために明示的な プレフィックスをつけるのが一般的である。オブジェクトベースのライブラリーはオブジェクト指向ではあるが C 言語で書かれているのでコンパイラが何であっても明示的なシンボル名を使う。おそらく最も意義のあるオブジェクトの特徴はシグナルである。これはオブジェクトが GUI ツールキット向けに開発されたために必要になった機能である。他のオブジェクト指向言語にも 同様の機能はあるが、ゴブジェクトでは、オブジェクトシステムそのものに組み込まれている。このため、ゴブジェクトアプリケーションはシグナルを多用する傾向があり、ゴブジェクトのコンポーネントは、C や Java よりもカプセル化とコードの再利用という面で優れている。ありがとうございます。